も皆さんこんばんは。今日はお休みです。このためにメイクした。皆さんメイクブラシってどうやって洗ってます？メイクブラシ洗いたい。洗ったことない。755始めましたになってるよ。だってあ、ほんとだ、間違えた。メイクブラシマジで洗ってない。チークブラシとか3年ぐらい洗ってない。何入れるの？あのさ、何で洗うんですか？石鹸ですか？どうやって洗うんだろう？教えてほしい、結構リアルに。まつげあげます。洗顔石鹸つけたお湯ですすぐ。洗顔石鹸？めっちゃピンク。占いの部屋ですか？だってそうです、占いの館です。ここは実は占いの館でございます。占ってほしいって、まあ2億円ですけどね。あ、1占い1万円です。今日は片羽にした。カーテンしょっちゅう変えてんのかな。だってそれはない、それはない。Tシャツ文字書いてある。だって無限大 T シャツです。可能性は無限大。まつげ上がってますね。だってそれね、まつげ上がりけり。鼻についちゃった。鼻についてしまった。だいりちゃん B 型っぽい。だって私は几帳面な A 型です。前も B 型っぽいって配信で言われたな。私は A 型、几帳面な A 型です。几帳面エピソードは、ブロックゲームとかちゃんと敷き詰めないとやだ。適当なところに置きたくない。
調子に乗る大型なのでしかてほしい。はあ、整理整頓は好きだって、好きだけど片付けが苦手なだけ。ちょっとこれ違うの、もうこんぐらいだったらいいのになって、角度がここだとなんか目に光入らないから、ここぐらいだったら目に光入るのになって今検査した。うん、オンライン話し会泣き叫んでいい、だって、え、怖いからやめてほしい。オンライン話し会で泣き叫びに来るよりちょっとなんか話しましょう。うん、大学の授業中に配信見に来ました、だって、イエーイ、授業頑張ってください。調子に乗る大型なのでしか信用ならいいやと、あきり首を振ってください。お話し会は11かな、お話し会は11かな、待ってます。今日生まれて初めてスシローに行ってサーモンマヨ感動した、だって、スシローあんま行かないな、でもサーモンマヨめっちゃ美味しそう、感動した、だって、美味しいよね、回転寿司安いのも。私はくら寿司よく行く。雨が降っているのでお出かけします。のでの使い方間違ってない？一瞬でも寝て、なんかね、昨日Hulu見てたんだけど、なんかアニメスパイファミリーがHuluで見れるらしくて、そう、わーいって思って、なんか流行ってるじゃないですか、スパイファミリー。なんかどんな話か本当知らないんです。今の私のスパイファミリー、私の中のスパイファミリーは、スパイファミリー、まずアーニャっていうキャラクターは好き、知ってるんですよ。アーニャピーナッツが好きってやっぱよくやってるやつあんじゃん。アーニャは知ってんの、アーニャでも見た目はあんま知らないけど、スパイファミリーは多分主人公の男の子がなんかある特別能力を持って、なんかひょんなことからある特別能力を持って、なんかアーニャっていう特別な妖精が見えるようになっちゃったんですよ、その男の子が。でアーニャっていう、お、なんだみたいな感じになって、私はアーニャってなって、そう、え、なんでって、なんで僕の前に現れたんだってなって、アーニャがあなたこれからスパイになるのよってなって、どういうことってなって、なんかいろんな組織にその主人公の男の子が潜り込んで、なんか情報を聞き出して、なんかいろいろ解決していくっていうのがスパイファミリーかなって私は今のところ思ってます。そうで、アーニャピーナッツが好きって言ってるじゃないですか。でアーニャはなんかその男の子は結構軟弱なわけ、その主人公の男の子は軟弱で、なんか窮地に追い立てせられるとなんかもうダメだってなるんですよ。でそういう時に幾度何回もアーニャの力を借りるわけ。アーニャは
強いわけ、あのそういういざとなったら。でもアーニャはのも力尽きる時があるの。そういう時はあの主人公の男の子の中のから主人公の男の子のポッケの中からピーナッツを出して、アーニャピーナッツだって新しい顔よみたいな感じで渡して、アーニャがアーニャピーナッツ好きみたいな感じで食べて大丈夫みたいな、そう、それがスパイファミリーです。うんっていう、そう、私の中のスパイファミリーは今これなの。違うのかな、ファミリー感ゼロだって。あ、ファミリーなの。あ、確かにスパイにめっちゃ気取られてファミリー無視してたわ。スパイファミリー、確かになんでスパイファミリーなんだろう。しかもさ、スパイとファミリーの間にバッテン印あるよね、あれ。あのバッテンも意味あんのかな。なんかスパイバッテンファミリーだもんだって、あれ。なんだろう、かけるでしょ、だってスパイかけるファミリーなの。スパイバッテンファミリーじゃなくて、スパイファミリー、スパイ VS ファミリーってこと？え？おーってきた。え、ちょっとネタバレやめてください。これから絶対見るんで。スパイと4人家族が戦うお話で、ちょい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 。ネタバレやめい。もうそんなスパイと4人家族が戦うお話なんて知ったらもう最終回見た、見てるのと同じ。うん、戦え、ってかバトルゲームなんだ。え、バトゲーなんですね。お題はトイストーリーにはだって、え、なんで夫婦でスパイなのよ、だって。待って待って、ネタバレほんとやめてくださいやだ。あ、人気ランキング1位スパイファミリーだったのに今フール2位になってる。1位あれだ、金大一って書いてある、金の文字で。ハンニャのお面持ってる。金大一、1位が金大一、2位スパイファミリー、3位コナン、4位ザ・ファブルです。今フール。あれ？昨日の夜まで1位だったのに、スパイファミリー。パリピ孔明、面白そう。孔明って読むのかな。これパリピ孔明？パリピ孔明面白そう。アンパンマン、アンパンマンもある、なんかいろんなの見れる。いや当たり前だけど、私ネットフリックスはね登録してないんですよ。アマゾンプライムは登録してたけどなんか切れちゃった。でフールーはしてます。
あとあれもしてる、 TVer だっけ、 TVer、 パリピア歌手の話だって。え、そうなの。でも私 Netflix も登録したいんですけど、なんかする機会がなくて。Hulu はチーム8がブンブン8っていう番組やってた時に登録して、それからずっと登録してるんですよ。 Amazon プライムはなんか Amazon で物買った時になんか登録しちゃって、それでずっと続いてたんですけど、 TVer はあの私あのクイズザ違和感出るってなった時に見なきゃって思って TVer 登録して見てたっていう。だからそういうきっかけがさ全部あったから登録してたけど、あのネットフリックスはなんかそういうきっかけがなくて、そう。そう、でもあれとか見たいんです、なんだっけ、なんとかゲーム、なんだっけ、イカゲーム見たい、愛の不時着とかも見たいけど、そうイカゲームみんな一時期ハマってたじゃん。そうだから見たいんですけど、イカゲームもう流行去った、だって。え、それなんですよ。でも見たい。友達がイカ活してるだって。何イカ活って、あれですか、あのスイッチのゲーム。だから Hulu で、あ、それなんだっけ、イテウォンクラスも見たい。イテボンクラスとさ愛の不時着めっちゃ流行ってたじゃないですか。見たいなと思ってたけど、まあ見てなくて。でもあれなんかね、フルーにもあるかなって探したけどなかった。愛の不時着とイテボンクラス。え、で韓国ドラマあんま見ないんだけど、ドラマ自体あんま見ないから、あれトッケビっていうの聞いたことある、全く知らないけど、トッケビ見れるよフルーで。え、トッケビってめっちゃ有名じゃなかったですか、これ。なんかめっちゃ聞いたことあるんだけど、なんでだろう。トッケビ、トッケビ、え、知らないですかみんな。え、なんで、え、みんな知らないの。めっちゃ聞いたことある、話あんまりわからないけど。有名だよ、だってほら有名ですよねこれ。昨日はねしゃべくり7見てました、これで、あのHuluでおしゃべくり7。あとなんか舞台とかも見れるんですよこれ、映像で。いつの間にか見れるようになって、鬼滅の刃とか舞台見れる。いろんなの見れる。今日さよならモーリサンダーだって。あ、今日なんだ。ぜひ見てください。だから曜日感覚なさすぎて、火曜日。
今日は最近聞いただって。あ、今日なんだ。 AKB48 最近聞いた。毎週火曜日20、え、私が出る回かな。まだ私が出るのはまだかな。次くらい飛行機、そう ANA さんに行ったんですけど、私が出る回はいつでしょうか。ね、いつだろう、わからないな。なんで CA の制服着なかったのだって。え、私もわかんないです。でも振り分けられてて、でもなんか髪の毛があの黒じゃないと CA は着れないらしい。そう、でも私なんかひーちゃんに、そうひーはみたいな、髪の毛が黒じゃないからみたいな、つなぎみたいな、そう、あとエリちゃんもメグさんもって言ってて、あってえ、でも私今黒いけどって言ったら、そう確かにって言ってた、うん、分かんない、ひーちゃんがノリで言ったのかもしれないけど、でも普通に私整備士さんのつなぎ切れて嬉しかった。I have You have You have I have だっけ、ちょっとわかんない、忘れちゃった、うん、オイラも元整備士だって。すごい。てか久しぶりに飛行機見たけどめっちゃ大きかった飛行機。分かんない、あの飛行機さあんまりさ見ないじゃん近くで。だからめっちゃ飛行機って大きいなって思った。あれは特別でかいやつだって。そうめっちゃ特別でかいやつだったからめっちゃ大きいって思った。シロナガスクジラと同じぐらいかな。シロナガスクジラってめっちゃ大きいんですよ。クジラなんですけど、シロナガスクジラ、シロナガスクジラってめっちゃでっかいんだよ。最大確認体長 29.9m、 30m ってこと。じゃあ25メートル走より大きい。体重199トン。シロナガスクジラ、クジラ、クジラが、あ、クジラはね打ち上げられてさ砂浜に行っても近づいたら危険です。近づいたりこうやって触ったりしない方がいいんですよ。クジラは体の中にガスが溜まって爆発する恐れがあるから。そうだからもし海とか行った時に砂浜にクジラが打ち上げられてても近づかない方がいい。寿命80年から90年。野生のシロナガスクジラ
80年から90年野生推定。へえ、すごっ。クジラの肉食べたことある？え、私給食で出てきたクジラのお肉、小学生の時。うん、出てきました、クジラ。美味しいですかって、え、忘れちゃったな私。クジラの唐揚げとか出てきた。私イルカと触れ合いたい。イルカめっちゃ気持ちよさそう、プニプニしてて。てかシャチってめっちゃさ凶暴なんだっけ。シャチって見た目めっちゃかっこいいよね、黒と白モノトーン。でもめっちゃ怖そう私、シャチってめっちゃ怖そう。シャチはクジラ倒せる。だって海で一番強い。え、そうなの？シャチって海で一番強いの？海のギャング。そうなんだ。やば、海のギャングってかっこよ。キラーホエールだって。やば、ホエールキラーできんの？めっちゃ頭いいらしい。だって頭いいよ。私ね思うんだけど、黒い生き物って頭いいと思う。マジシャチとかカラスとか、見た目が黒い黒光りしてる生き物は頭がいい、マジで。シャチ最強って出てきた、わあ。海からさ飛んでるシャチめっちゃ強そう。え、めっちゃ黒くない？シャチ黒い部分すごっ。少し背の高いあなた。マジで水族館行きたい。白熊がでっか、かわいい。水族館行きたい。えい。なんか海の生き物ってさ得体知れないですよね。深海魚とか、海は怖いですね。分からなくて。八景島シーパラダイス行ったことありますよ。すごい、深海魚ってさ今さ調べてみてたらすごいいろんなのいる。
ごい。深海魚美味しいだって。え、食べたことないかも。ちょうちんあんこ、ちょうちんあんこすごいな。なんで光るん？ラブカ、ラブカってなんだっけ。うわー、ラブカ強そう。うわ、絶対強い。これ顎絶対強い。噛む力めっちゃ強い、このラブカ。絶対見たらわかる。メガマウス？え、メガマウスすごい。すごっ。何これ、着ぐるみじゃないのこれ。魚なの？すごいな。ラブカはおとなしいです。そうなんだ。私タラ好きなんですよ。タラめっちゃ美味しくないですか。タラめっちゃ大好物。鍋とかにさ、タラ入ってたらめっちゃ好き、美味しいってなる。タラ美味しいよね。てか13日の逆上がり出ます。12、13連続。12さ、2回公演なんだね。日曜日だからよろしく、待ってます。13も出るのでよろしく。カヌレ食べたい。なんか今ツイッターでカヌレのツイート出てきた。カヌレ今日の朝食べたけど。ファミマのカヌレケーキ食べただって。いいな、売ってなかった。こっちえ、待って、カヌレ食べたい。カヌレ頼んじゃおうかな。完売してるやん、カヌレ。今ツイッターでさ、美味しそうなカヌレちょっとバズっててさ、美味しそうって思って、オンラインもあるって思って調べてさ、買おうかなと思ったら完売いたしましたって出てきた。人気やカヌレ。なんでこんな人気なの？
このれこのれカヌレ食べたすぎ。メイク変えただって今日メイク薄い、一応してはいるけど薄め。カヌレ作ってみるだって。え、カヌレ作れんの？どこで鉢合わせるなんて、ちょっと待って勘弁。エシレのカヌレ食べてみてほしいだって。え、食べたことあると思う。エシレのカヌレ、食べたことある？美味しい。エシレはカヌレ以外も美味しい。お腹すいた、だってね。お腹すいた、お腹すいた。馬になってなんでぎこちなくなるんだ。今日何食べた？今日はパン、もずく酢、あとスコーンです。あとカヌレ。そう、ひーちゃんから誕生日プレゼントでもらったカヌレが4つ入ってて1個残してたんですよ。でも明日賞味期限だから、明日忘れて切れたら嫌だから今日食べた朝だから、ひーちゃんからもらったラストカヌレ、うん、そう、大事だったから取っといてたんです。美味しいし、うん、忘れてただけでした。って、いや違う、本当に取ってあったの。賞味期限もちゃんと覚えてたの、6月8日って。だってめっちゃいいとこのカヌレだから自分じゃ買えないわけ。そうだからめっちゃ大切に残してた。うん。そう、好きなものを最後に食べるタイプ。
ねえ、ひーちゃんってほんとグルメ。じゃあそろそろ今日は配信終わろうかな。皆さん梅雨入りしたけど、今日は奇跡的にそんな雨が降っていなくて、とてもいい天気です。皆さん風邪ひかずに楽しい毎日を送りましょう。ということで、じゃあおランキング読みたいと思います。いきます。13位ファデル、12位よもやよもだだとド派手に行くぜ、11位カタガメロン、10位ティーアナ、9位コアポットグンマニア、8位筋肉平行化、7位 KK3500、 6位中堅、5位日野と、4位トッサーアットだし、3位直樹、2位マッカーシーアットだし、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。皆さん本日も見てくれてありがとうございます。スパイファミリー見ます。バイバーイ。